はい、いつもありがとうございます。はい、MRZ さんからご依頼、ボーマンドラフトのアジアを2つですね。はい、じゃあね、1個ずつ開けていきます。あ、ジャイオン君がね、ペリカンズもなんか変わってきましたね。いやー、一人いるとやっぱ違いますよね。よいしょ。もうイングラムが生きる生きるね。まあ多分当番制でやるんじゃないかな。まあとりあえずあのプレシーズンがジャイオンすごい良かったから、まあ他の対戦相手のチームはジャイオン警戒するんだろうなと思ったところに、もう監督さんうまいと思いましたね。イングラム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 って言いましたね。作戦ですよね。はい、じゃあね、こちらアジア2ついきます。昨日3位2でしたよね。あれね、にもたまに、あ、カーセットリーフ来ましたよ。はい、ね、ダイヤじゃないか、あれメッツのもう一人いる方が結構ちょっと人気になってるんですね。よいしょ、ね、紙は届いたら確認。カーステッドのリーフとかも出ないっすよね、あんまね。エヴァン・カーターいいですね。お、パポ。サインないか。あ、でも、ハルピン、ファーストっすね。そこそこっすよね、前評判。そこそこ。悪くないと思いますね。まあ、ハイスクールですから。ね。紙のパープル、リンチ、ダニエル・リンチの250。お、マックス・メイヤーリフ、いいとこリフ来ますね。うん、まだだね、最後か。さあどうだ、3人ともファーストでしたね。ん、光ってるよ、これかな、誰だ。おお、ビーターさん、ドジャースのピッチャーですね。499、これ見づらいですね、店長が老眼になってるだけだと思います。230はい、リフォートです。即戦力の先発ピッチャーですよね。まあ、カーショーもそろそろね、まあ契約どうなったっけね。こっちもクレイトンね。はい、あで、もう一人はビューラーね。クレイトン、ビーター合体させたよな。サインがとてもいいですね。 CB ってなっててね、かっこいい。はい、リフォート、クレイトンとビューラー合体させて、ね、いやでもドジャースのピッチャー選びは素晴らしいですよね、うん、あの時もカーショーね、初めデビューしてスカポンタンやられて一回落として、で再度こう調整させて上がってきたらもうバケモンでしたね、うん、すごかったです。はい、2個目。昨日はサイン2枚でリフォートと通常でしたっけ。だからまあ いわゆるリフ以上が連続かな今。よいしょ、ダイヤスね。
ライリー・グリーンとバーティーがいましたね。お、クリスマスカラー来ましたよ。グリーン。アサインないけど、ドロハン、レッドソックスのピッチャーですね。ファーストです。99-86。なんか今日グリーン多いな。クリスマスだからかな。99年生まれ。ね。はい。うん、はい。グリーン多いね。たまたまだよね。そういうのってね、なんか自然の流れってありますよね。うん、最後かな、じゃあ。よいしょ。リフ、うん、3枚だね。うん、あ、光ってるよ。はい、インサートの前で光ってる。リフォートだ。お、ケイシー・シュミットさん。彼もまあ、うん、いいんじゃないかな。大学3年間2割9分5厘。まあ、ホームラン6本。ね。6フィートに2巡。ジャイアンツ。サードとピッチャーができるっていう話。ね。はい。ってことで、リフ、オート。ですね。はい。昨日はリフ通常だったっけ ?2 枚目通常でしたよね、確かね。で、リフ。ですね。まあ、リフ以上引ければ OK ということなんです。リフ以上引いて、まあ、じゃんけんなだけですから。色付きもリフも背中合わせぐらいです、オーツ上は。まあ、やや色付きのが多いですけどね。ややでもないか。そう、だからリフが見直されるかどうかちょっと主要が決めるから分かんないですけど、普通で言ったらリフ499、光ってるだけのサインってこれだけだよね。ですけどね、うん、未来は分かりません。はい、でも良さげなね、プロスペクト2人ですね。こっちもピッチャーはどうだったんだろうね。ああ、でも90マイル、ミッドだから100マイル近く出るんだ。はあ。で、守れて、打てる。ね、ジャイアンツもたまにコーンとね、いいルーキー出しますからね。ということです。はい、じゃあ発送待機ということでね、またこちら箱に入れておきます。はい、ありがとうございました。